はい、どうも、はしろチャンネルです。今日はですね、この前、田口スポーツに行った時に出会ったメーカー、デルタグローブ、皆さん覚えてますでしょうか？田口スポーツさんに行った時に、ちょうどデルタグローブのサンプルがありまして、そこで動画を撮って、実際に自分が群馬に帰ってきてから、グローブを使っての動画っていうのを撮りました。で、今回は、その後、デルタグローブの方で発展がありまして、オーダーグローブの取り扱いが開始されました。で、今回はオーダーシートっていうのも事前に自分が印刷してきまして、これネットで普通に拾えるやつなんですけど、デルタグローブのオーダーどんなのかっていうのを紹介していこうかなと思います。で、この動画で実際に自分一つ注文するんですけど、本来であれば一本の動画の最後に完成しましたってくっつけるのが理想かなと思うんですが、ちょっと今回は一つ企画絡んでまして、うちの視聴者さんへの還元ということで、走るオイチャンネルを見た企画をまたやってもらえるってことなんで、そちらの意味もあってちょっとこれ先に動画撮ってですので、完成はもうちょっと後になるんですが、これからインターネットを見ながらこれでシートを作っていくんですけど、特典があるってことなんで、そちら注目してほしいかなと思います。サイト見てみますと、はい、こちらがデルタグローブの公式サイト。つい先日このオーダーグローブのところできたらしいんですけど、まあ、こんな感じで LINE の登録とか購入方法っていうのも書いてあります。で、ここに今実際あるのがこの記入ってとこですね。これが自分さっきこれ印刷してきたんですけど、このオーダーシートあります。で、ちょっと下見ていきますと、まあ、カラーがこう選べるのがあって、こっちがオーダー、こっちが単色オーダーになってます。今回はフルオーダーのこっちで、まずこの投手用、内野手用で外野手用とあるんですけど、今回自分が作っていくのは内野手ですので、これクリックします。で、するとこのオーダーシートが PDF 出てくるんで、これを印刷して、こっちが現物になります。で、ここに記入したら LINE で送るっていう感じになっています。はい、この辺行きますと、もうオーダーの選択の方始まってきますので、実際にこれと照らし合わせてやっていこうかなと思います。はい、というわけで早速グラブの方を作っていこうと思うんですけど、こっちの画面を見ながら皆さんも一緒に作ってみてください。これはスマホもパソコンも両方見れます。まずバックスタイルということで、この通常と親指一体型、ジョイントバックっていうのがあるんですけど、この前自分がノックで使ったのがこの親指一体型、黒いやつですね。ですが今回は通常の方でいきます。通常のこの真ん中にラベルが来るやつで、2番、ラベルの位置ですね。ラベルの位置は2種類あって、ベルトのところにつけるか親指のところにつけるか、これもさっきの通常のところなので、自分の場合ベルトのところにつけます。まあ、これ好み分かれると思うんですけど、自分はどっちかっていうとベルトの方が好きですね。このベルト部分につける方が。ですので、ベルトに丸をつけます。はい。そしたら次3番、ラベルの種類ってことで、これもこの前完成したってことなんですが、この前自分が使ったのが、この左上のオリジナルってやつを定番で使いました。に、その6個ですね、このカラーものが増えまして、今回はなんとなくデザイン決まってるんですけど、水色枠っていうの、この左下のやつですね、これにします。次4番、型番ですね。型番もこんな感じで内野手用今5型あるんですけど、どんな特徴かっていうのをこっちに書いてあります。まずこの DIF の1ってやつですね。しっかり開き、ポケットの作り方も多様なショートセカンド用の小型ということで、これは一回田口スポーツでサンプルあってためたんですけど、ちょっと小さめで、まあ、セカンドショート推奨かなっていう感じ。で、大きめも広く使えるタイプ。で、DIF の2番。これに関しては自分がこの前使ったやつですね。小型のグラブなんですけど、ちょっとポケットは狭め。ですがヒンジが入ってるんで、広くも使えるといった感じになってます。説明見ますと、コンパクトな形状でボールを包み込むような設計のつかみ取りタイプと書いてあります。で、3番ですね。DIF の3番。これがショートセカンドに適したコンパクトサイズ。捕球面がワイドで浅めにも深めにも使える、使い勝手のいい内野手用グラブですということで、ヒンジも1本入ってる。で、DIF の2番に比べると、ちょっとワイド。で、浅め深めも使えるっていうので、これ今回ちょっと自分注目してる型番になります。で、DAL の1。これも田口スポーツでサンプルはめました。サード用として適切なサイズ感で、しっかりと開き、ウェブ下に深いポケットを作ることができます。ソフトボールにもおすすめですってことで、ちょっとデカめのグローブですね。で、最後 DP の2番、ワイドでポケットの深い縦型の内野手用グラブです。ボールを広く包みやすい形状で、ソフトボールにもおすすめです。こちらも大きめのグラブとなってます。で、この前自分がレビューさせてもらったのが DIF の2番なので、ちょっと今回はこの前サンプルにもなくて、しかもワイドに使えるっていう DIF の3番でいきます。型番が決まってくると大体ベース決まってくるんで、次ですね。次、ウェブを決めていきます。デルタのウェブって結構この三角形の
ウェブ搭載されてるのが多いんですけど、内容はこんな感じ。この前自分が使ったのが右下のバスケットウェブ2ってやつですね。もうこれもザ・セカンド感あって面白いかなっていう思います。で、今流行ってるこの左下のバスケットウェブとか、まあデルタ H とか H とかもいろいろあります。ですが今回自分がちょっと注目してるのがあって、これが右上にあるデルタウェブ2っていうのが、まあ、せっかくデルタでオーダーしてるんだったらこのデルタらしさを出していきたいので、この右上のデルタウェブ2を選択します。で、次にここには6番新閉じってなってるんですけど、このオーダーシートを見ていきますと、使用区分を選ぶので高校野球、大学野球、一般ソフトボールがこっちあるんですけど、一般を選びます。で、次オーダーシートだと右投げか左投げかを決めて、その後に軟式公式を決めます。ですのでここも右投げの軟式で、オーダーシート上では芯の硬さと芯の厚さを決められるのでここで決めます。芯は普通の薄めで、こっちのサイトの方戻りまして、新閉じを決めます。横 S、横 W、縦、ワイドヒンジ、ワイド横閉じダブルってあるんですけど、これはもう自分、ほとんどのグローブは、ワイド横閉じダブルにしてますので、ワイド横閉じダブルを選択します。ちょっと他のやつ気になるって方は、この辺読んでみてください。ワイド横閉じダブルを選択。で、土手巻き方向ですね。これに関しても、自分は順閉じと逆閉じがあったら、逆閉じにしてますので、逆閉じを選択します。で、自分の場合ここ土手紐抜いてますので、土手紐抜きで書いておきます。書くとこないんで外に書いておきます。順閉じの方がどっちかっていうとこう掴みやすいグローブで、逆閉じの方が開きやすく、まあ当て取りもしやすいグローブになりますね。っていうので逆閉じで、最後指当て、指当てはいらないんでなしにします。はい、これでグラブの概要が決まりました。では次にカラーを決めていくんですけど、カラーデルタグラブに関しては何色使っても価格同一ってことなんで、まあ、派手に作りたい人はたくさん使っても金額は一緒っていった感じになります。で、レザーが2つありまして、ステアレザー、かっちりとした革のタイプと、下に行って裏紙レザー、裏紙ブラック、裏紙イエロー、裏紙赤オレンジっていうのがあります。で、裏紙レザーの方は柔軟性のある柔らかめの革ってことで、まあ2種類あるんですが、自分ちょっとカラーもので今回いきたいので上のステアレザーを選択します。で、キャメルをベースで作っていきます。これですね、左下にあるこのキャメルを全体的に作っていって、指の9番っていうのがあるんですけど、ここだけこの竜の鱗柄になるんですよ。これはもう決まってるもんなんで、ここから選んでいくんですけど、全体的なイメージはキャメルで、この水色を今回使いたくて、水色を吸盤だけ入れます。で、このウェブ側、今回自分ウェブの B 使ってますので、ヘリカーの部分を同じ水色にします。そうすることによってキャメルベースの水色っていうのが入ってくる感じになります。で、続きましてはみ出し、はみ出しが切りはみを選択で、締め紐は浸透紙、カラーはキャメルを選択します。で、ヘリカーはさっき言ったように水色で、縫い糸も水色にします。で、掛け紐は2つともキャメルを選択します。はい、そんな感じで一通りオーダーシート打ち込みますと、こんな感じに仕上がりました。一度 LINE の方に送るとこういう感じで仕上がってきまして、最終確認をして提出っていう感じになります。今回ベースとしましてはキャメルを使わせてもらって、そこに水色が入ってる感じになりますので、まあ、仕上がったらまた動画で発表しようかなというふうに思います。で、デルタグローブ、自分この前ツイッターで見たんですけど、なんか今車をデルタカーみたいなやつがなんかあるらしくて、いろいろこう詰まってるらしいんですよ。型番とか説明するようで、代表の方が、まあ、草野球の会場とかで見せる企画をやってるらしくて、ちょっと自分それ面白いなと思いましたので、ちょっと今後ですね、その車をお借りできることになりましたので、その車を使って撮影しようかなというふうに思ってます。で、特典ってとこなんですけど、今回自分が軟式をオーダーしまして、35,000円プラス税っていう感じで作れます。で、公式の場合が45,000円プラス税で作れますので、金額的にはオーダーグローブとしてはかなりお得にできるんじゃないかなと思います。で、今回の特典、実際にオーダーグローブを注文する際にこう LINE で送るんですけど、その時のキーワードで橋でおいちゃんでの見た、それを言っていただくと、デルタグローブがユニクロとのコラボというか、ユニクロさんで作った T シャツっていうのをプレゼントしていただけるってことで、話が通りましたので、その企画になります。自分が前着てたデルタって入ってるこのデザインのものと、
あともう一種類こっちの違うパターンのものがありますので、多分そこは選べるシステムかなというふうに思います。キーワード言っていただくとその T シャツがプレゼントになりますので、ぜひチェックしてほしいかなと思います。っていう感じで、自分もオーダーの方がこれちょっと実は前にオーダーしてるんで、時期に届いたらまた動画にしようかなと思うんですけど、また完成しましたら発表していこうかなというふうに思います。そんな感じで皆さんもぜひこのデルタグローブ概要欄にリンク貼ってきますので一度チェックしてみてください。まあ、何色使っても値段が変わらないっていうところと、あとはこのデルタの特徴でもあるオリジナルウェブとかオリジナルのラベルとか結構アレンジ感出せるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そんな感じの実はデルタグローブのオーダーの紹介でした。今日の星野チャンネルは以上です。エウリッシュ。はい、というわけで今回のプレゼント企画です。今回はこちらローリングスのハイパーテックシリーズグラブ2個セットになります。こちらは届いたらすぐに使えるグローブということで、ぜひキャッチボール試合ノック等を使ってみてください。左は新品で右は撮影で一度使用したものになります。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。エウリッシュ。